吉田さん、原野商法っっってて昔あったの知ってますか、ねまあこれはねまさに原野商法という言葉がその商売はそのまま表してるんですけども当時は新聞広告ととととかに堂々ここれは合法というでで出てたんですよねそれこそね原野商法っていうのは現地に見てみたらびっくりするんですけども水道も来てないし電気も来てないしガスも何にも来てないところを住宅地分譲地として売り出されていたりするんですよ。 で、それは、まあ、50年ほど、60年ほど前に、そういった形で売り出されていたわけですから、その時ね、まあ、情報を集める手段もないし、現地に行くのもすごく大変だったんですよ。高速鉄道なんてのは整備されてない時ですからね。で、高速道路も、まあ、今みたいな形になってないし。まあ、なんせね、登記する方、買う方も売る方も現地なんて行かずにこれをやってるんですよ。で、将来値上がりするかもね、みたいなキャッチコピーを被せて、 それに対して将来値がりするかもしれないなって人が問い合わせして買ってるんですよね。でそれが今になったら所有者が不明だったりとか一つの土地が複数の方に転売されていたりとかでもう本当にね難しくなっちゃってその,あの分譲地をどうするかって問題にまで来ちゃってるんですよ。で物によっては建物が建っちゃったりとかしてるんですよね。ででその中で 限界ニュータウンっていうのがあるんですけども、まあかつてニュータウンの構想の元を建てられた、そして分譲された土地なんですけども、そこがもう今ではね、住居に向かなくなってきたりとか、不法投棄が進んじゃったりとか、で、当時、いくつか売れたんだけども、80%以上が空き家のまんま売れずに残っちゃって、で、数少ない住民も、これじゃ不自由だっていうんで、そこを退去したりとかね。で、数少ない人が住んでるんだけども、インフラ設備が維持に、 そこまでコストがかけらんないから町内会も当然ないですしねそうなってくるとだんだん住みにくくなってきたりとかうんだかさまざま問題があって今に至るわけなんですけどもそういうところが全国各地にいっぱいあるみたいなんですよただそんな土地や商品でもね、うん、売れてたんですよね当時はねうん,なんか何東京駅から2時間半とかみたいなところで 首都圏隣接とか言ってるからねもう埼玉とか千葉とかとんでもない遠いところにそういう道路があるわけですよオフィスに直結みたいな感じでもう全然東京とは関係ない土地が売られていたりとかねよく買ったなと思いますよねうんで現地に行ってみたら全然形状と違って分譲されていたんだけど行ってみたら傾斜地だったりとかね本当面白いですよねだから当時は まあ情報ビジネスって言ったらそういうものが全盛期だったんでしょうね当然ですけどもそういったところであの投機的に商品買ってうまくいった人はいないし買った人そのものがそれ忘れてそのままお亡くなりになってる例がいっぱい多くてうん,なんかどうなっちゃってるのかなってとこですよねまあ YouTube でそういうことを今ねリサーチしてる人がいるんでかなり面白く見させてもらってますけどもまあ箕輪さんみたいなねもう革命を起こす人がいたんでしょうね ネオフィルズジャパンですか懐かしいですね。まあ行ってきましょう。